お疲れちゃんです。ラットルスというわけで、今回はですね、こちらのジャイディガですね、はい、高回転 2.9 のもうめちゃくちゃ難しそうなね、ジャイホリを紹介したいと思うんですけど、今これがね、こうめっちゃ流行ってます。めっちゃっていう、まあ結構流行ってますね。こう上の方の人が結構使ってるんですけど、今ジャイマジアチはね、なんとこの今世界1位のね、こうサムエルバッサッと、な、読み方わかんないですけど、まあ、サムエルっていう人の、こう、リプレイをね、いただきました。はい。というわけで、今日はね、僕がやるんじゃなくて、こう、リプレイをね、見ていこうかなと思います。はい。全然動画に出してもいいよって言ってくださってね。で、このサムエルっていう方は、知ってる方は知ってると思うんですけど、まあ、上からね、順々に見ていこうかな。で、ペッカ被ってるんで、ライキさんのはいいかな。知ってる方は、こう、知ってる。と思うんですけど、結構ね、こう、古参な方ですね、サムエル、この人は。で、今年か、去年かはクララリーグにも出てましたし、この人のすごいところは、圧倒的成績を残してるんですよね。マルチ、ラダー、まあ、ラダーって言うんですけど、はしご、まあ、トロ上げね、マルチ。で、こう、グロ1位ってやっぱ取れたらすごいじゃないですか。日本だったら、麦ったんさん、はじめさん、グリコさん、グリコさんじゃねえな、ジャックくんかが撮ってるんですけど、3人か、麦ったん、ジャックくん、はじめさんが撮ってるんですけど、そう簡単に撮れるものではないんですけど、この人は過去にグローバル1位フィニッシュを3回撮ったことがあって、あとグローバル2位フィニッシュも3回で、グローバル3位フィニッシュも4回で、あとこれも全部の数字取ったことあるんですね。グローバル1、2、3、4、5、6、7、8、9位フィニッシュ。もう全部取ったことがあって、しかも全部2回以上取ってて、グローバル11位から20位ももう10回ぐらい取ってるみたいなのを、こうツイッターのね、こう固定ツイッターなんかで書いてるんで、またこのサムエル選手のね、ツイッターもリンクにね、貼っとくんで、よければね、皆さんフォローと、ちょっとその成績とかもね、ちょっと見てもらえれば、もうえぐさが湧くんですけど、まあそういう、まあ、言ったら化け物ですね。なんか海外にはこういう本当に化け物と呼ばれる人たちがまあたくさんいるんで、ちょっとね、マルチで当たり前に上に上がってますけど、こういうリプレイを見れることが僕もあんまないんで、こう見てね、勉強するのはすごい大事だと思いますね。本当にやっぱこう8000大会がちょっと前にあったんですけど、僕はまだその時は、この動画撮ってる時はまだ3試合しかしてないんですけど、グリコさんに結構ボコボコにされたんですね。やっぱうまいやつは強えなっていうのがあるんで、やっぱなんか違うんですね、根本的に。で、こういう細かい立ち回りとかはね、こういう高回転ジャイとかが違うじゃないですか。で、こんなんもう終わりっすよね。これ守れないっすよね。これミニペで多分マジアチャに当てて、あーでもミニペ読み U の、いや、これを守るんすね。いや、これを。からの、おお、そこにリリガもつかんですね。はい。で、ここをマジアチャで、犬く、あ、でも、エイムが、がばってる。で、こっから勝ちますからね、これだって。そう。っていうので、ちょっとね、やっぱ見て学ばなきゃね、というのが、まず、思っていますよ。これだって、どっからどう見ても負けそうですけどね。まあ、ジャイの時点で、ペッカには多分相性は、決して良くはないと思うんですけど、こうミニペッカがペッカに対してすごい優秀なんですね。なんで、これはマジアチャディガープラスウッドで処理する。いや、うまいですね。さあ、まあ、こっからはだいぶ追いついてきましたけど、まあ、やっぱジャイデッキだけど、こう、ジャイはあんま、なんか、積極的には出していかないですね。防衛からジャイを展開して、そうですね、ここ多分ジャイ行かずにディガーで削っていきますね。で、エレキ踏まれて、ウッド。でこうマジアチャか、またはいはいはい、まあみたいな感じでジャイデッキなんだけど、でここのマジアチャなんですけど、ポイズン打たれるじゃんと思ったんですけど、さっき相手がポイズンって回ってないのを分かってからの同際攻めマジアチャなんですよ、ね、多分相手のサイクルも多分理解してますね。あ、ここマジアチャ射抜いてるんで、ウッドからのマジアチャスケか、あ、右ペアなんですね。あ、これ行きますね。で、最後はディガープラスの小物、あ、マジアチャか。いやー、すごいですね。あ、しかもここの言うのもしっかり防衛して。いや、なんかなんで勝ってんだろうって感じなんですけど、本当に。僕がこう、もっとね、具体的にちょっと、解説できないと、
見てる方はもう、え？どういうこと？みたいになるんですけど、これはペッカかぶりなんでいいかな。ライキさん、まさかのね。はい、というわけで次、ホグ。いやー、でも分かんないんですよね、正直、本当に僕も。だって、ジャイ、僕得意わけでもないし、ジャイじゃないですもんね、このジャイは。なんか、ジャイプリとかだと、こう、後ろからジャイ作って、形作って、コスペルをどこに打つかみたいな感じなんですけど、これはね、ジャイっていうよりはもう、ディガーとかそっち系にね、近いと思いますね。ディガーとかこういう細かいのがメインなんで。はい。しかもこのサムエリ選手、今ジャイでグロ1位なんですけど、この人昔はホグ使いだったんですよね。まず世界一のホグライダー使いって言われてましたね。形なんですけど、まあ最近はすごい見られないんですけど、アイゴレホグのインドラ3が5縦線、ファイボザップランバーみたいな。デッキだったんですよ。すごいランバーホグ、アイゴレインドランバーの縦線3がホグ5ザップだったかな、多分。はい、っていうデッキでも無双してた方です。はい、方ですね。この人しか使ってないレベルとか、まあいろんな人も使ってましたけど、圧倒的にもうこの人うますぎでしたね。本当に世界一のホグ使いでしたね。まあ今もかもしれないんですけど、マジアチャで射抜くのを警戒するバルキリー、警戒されるのも分かってて、マジアチャを、しかもうまい、この角度なんですね。やっぱ攻めマジアチャしたくなるんですけど、こうやっぱ読まれるっていうのも分かってて、あそこの斜めでね射抜いていくっていうファルチェを、だからこうスペルがない分、マジアチャプラスのディガー、そしてウッド息とかでああいうファルチェとかを溶かしていくんですよね。でジャイを飛ばすタイミングなんですけど、今ジャイ行かなかったのは多分このキャプさんね、キャプさんが多分ミニペッカーを持ってたから姉妹ジャイは行かなかった。でこのミニペッカー早いんすよね、マジ。ウェイガンプこれ構えてますからね、ちゃんと血合いした瞬間にホグ来るの分かってのミニペ、あそこ守るんですね。ジャイの後ろにミニペッカーつなげたいと思うんですけど、やっぱファルチがいるんで、ここのマジアチうめえな。さっきバルキリーがそこに出たんで、多分バルキリーまた来て、マジ、射抜けるミニペですもん。イニペルマジアチャか。これ、キャプなんちゃらのウッドでマジアチャ逆転いきましたね。で、ここだって、むず、スケコウモリで回しつつ、さ、マジアチャで多分防衛からっすね。で、ミニペからのジャイとかかな、理想は。ファルチェを。ミニペからの、ジャイですね、多分。はい。さあ、で、ここはディガーで削りに行く、攻めウッドする。やっぱディガーを飛ばしたタイミング同時に、やっぱ飛ばしますね。大事で、これ多分延命しますね、スケ。はい。でこのマジアチャのダメージも入れたくないですね。相手からしたら2発。おぉ、ホグ防衛。これ、ハシマジアにワンチャンあるんですね。アド取ってる。これは苦しい。はい。で、ディガーウッドでもう終わりかな、多分。流れが来てますね。うわぁ、すごいなぁ、なんか。まあでも、ジャイを、まあ、血剤するタイミングは、でもどうなんだろう。なんとなくですよね。結構あれっすね。もうジャイ出してないですもんね。ほぼ端前でしたね。ほぼ端前。いや、むずいよ、これを。これを使いこなせたらね。もうただただ、クロロの才能がある人になっちゃいますからね。これね、ちょっと使いこなしたいね、マジで。こういうのを使えるようになりたい。かっこいいじゃないですか、だって。こんなの使えたらもう、使えないデッキないでしょ、みたいな。一番センスあるデッキまである、クラロワ城。さあ。まあまあまあ、積極的にディガー飛ばしますね、あとは。で、ウッドとかで回すのかな。マジアチャからなんだな。あ、ウォールブレイカーって分かってるからか。相手がウォールブレイカーって分かってたんで、多分。マジアチャから展開でウッド息を残してる。ここのマジアチャ捨てるんすね。なんか延命したい、前にミニペック出したいみたいなとこありますけどね。あ、これは、ちょっとミニペ残って、若干のアドっていう把握でジャイかな。ディガーで、はぁ、よくわかんないっすね。で、ゴブリンもあるし、結局、こう、今の攻めは特に何も、まあ、いい攻めではないと思うんですよね、決して。まあでも悪い攻めでもないのかな。別にコスト取られてるわけでもないし。まあポイズン打ったタイミングだったんで、若干チャンスだったぐらいか。だから攻めすぎてもなかったですね。サムエル選手はこう、無駄に攻めゆき玉とかやっぱやんないですね。こう、
確実確実っすね。なんかニコスのウッドとか雪玉ザップとかスケコウモリとかってゴス低いからこそいっぱいなんかねこうこんぐらいなら出していいや感覚でこう1コス2コスって捨ててしまうんですよね。とりあえずコウモリ出しとけばいいやみたいなケツからそういうのがねやっぱないんですよね。こう1コス2コスでもすげえ大事にしてるんですよね。サディガーを拾うからのあこれ一発入らんすね。うい、いや入るんかい。でまあ、ここは多分ステイですね。そう、結局ミニペの前に無理やりジャイつけてもボムタワーとかアイスイズバルキリーの範囲攻撃で行かれるんで、あここは一回ケツジャイからコウモリ処理でリガーをあーゴブリンから飛ばさないか。いやめっちゃ落ち着いてますね。こんな高回転のデッキクソムジーっすマジで。さっきからなんか怖い、めっちゃ怖い。で2周目ジャイは行かないんですよね。無理にボムタワーが残ってるから。さあマジアチャで、でここでアドトリーのもう一回後ろから形よく、やっぱ無理に攻めないんですね。こうボムタワー残ってるから一気にアド回収とかされちゃうんで2周目ジャイとかもね行ってもいい感じだけど行かないんですね。やっぱさあここですよね。真ん中マジアチャでボムタワー抜きつつディガーを飛ばすんですよね多分。でもゴブリンを裂いたのを見てディガー受けがないディガー刺しに行ってますね。まだこうサムエル選手は決めに行こうとはしてないんですけど、うえなんでゴブリンを裂いてトルネードも使ったんでミニペとコウモリがきついジャイってことですね。これが完全多分手札把握だと思いますけどね。トルネゴブリン裂いてミニペの受けきついだろう、すげえな。で謎に攻撃が止まるでしょ。ここで一気にペース使いましたね。これも一回決定とかかな。あーこれは許容か、一発入るね。まあもうでこれ始まりジャイミニピか。ジャイ飛ばさないんだな。やっぱボムタワーアイスイスボムタワーゴブリンこれ全部基本あるときは飛ばさないんですね。あーこれちょっと調子乗った。あでもはあ。さあミニペで受けつつ、そうですね、基本的にディガーを裏に飛んでくるのでウォールブレイクの時この2発も許容して、でもジャイ飛ばさないですね。やっぱボムタワーあるんでジャイ飛ばさずディガー削りなんだけど、ここもゴブリンあるから1回飛ばさないで落ち着いて、うわうまいぞこれは。うまいでこれゴブリン相手裂いたんで美味しく攻めジャイですね。でもディガー抜けもないんで、うわーすごいな。で真ん中マジアチャでボムタワー壊しつつ、いやこれもうミニペ追加っすね。ゴブリン出してもうわーウッドが早い。え？いやうめえな、綺麗っすね、美しいっすもん。うわーすごいな、無駄がないっすね。いやーちょっとこのデッキ今ならめっちゃ使える気がしますね。あんな感じなんですね。やっぱディガーを飛ばすか飛ばさないかもすごい大事っすね。なんかちゃんと考えてますねやっぱ。さあというわけでラスティングエアサーファーですね。ここプロ対決、プロ対決のしかもミラー対決っていうのが ありますね。いやこのジャイナーちょっとなーかっこええなー、憧れますねマジで。さあウッド、エアサーファーはウッドですね。エアサーファーって人も今新シーズン大会ちょっと前に来てたじゃないですか。あの大会で1位を3回取ってるバケモンですね。多分世界に1位トロフィー3つ持ってるのがこの人しかいないんですよね。だからこの人も本当バケモン、言っちゃえば世界一のロイフグ使いまでありますね。この人もロイフグめっちゃ好きな人ですね。攻め雪玉とか打たないんだな。あーこのウッドうまいですね。これミニペッカーを殴られるのを阻止してマジアちゃんも処理して雪玉も打たないんですね。結局多分スケとかがあったら守られちゃうからか、無駄に打たないですね本当に。で多分後ろからジャイ展開の繰り返しかな。そうですね。さあこっからですよね。まあミラー対決なんか多分知るかって感じなんですけど、多分基本的にマジアチャお互いにだるいと思うんで、マジアチャにディガープラスのウッドで基本的に毎回マジアチャを処理する流れだと思うんですねこれ。
同じジャイマジアチャスケミニペ、今のところ全て一緒、スケが残ってないぐらいで、多分ディガープラスウッドなんですね。そうっすね。でマジアチャを処理するんですよ、お互いですね。これは多分基本的な流れですね。これを繰り返しつつ、これ繰り返しつつ何が変わるんだろうね。本当にどっかでマジアチャを延命できたら世界変わるぐらいかな。ほぼ多分こんな感じだと思うんですよ。もう一回決じゃい、おしまいじゃいする必要がないですからね。結局ミリペッカとかで守れちゃうんで、基本的にじゃいは決じゃいからの2周目じゃいを狙うとか、まあ、このデッキは高回転だからこそじゃいを展開せずに、他の相手にはねじゃいを展開せずに、こう他のカードで回して相手がなんか大事なこうじゃいを止める切り方とかを割いたら処理するとかだと思うんですけど、じゃい展開するとかだと思うんですけど、基本的にはこういうジャイ対決ミラーとかになったらジャイ展開から入りますね。あ、惜しい。このマジアチャミニペマジアチャで抜けそうだった。あ、このジャイはやったんじゃない、これ。これだって端前ジャイって、あー、これもやってる。多分ミニペで延命される。さあ、うわ、これはきついっすね。で、あとウッド転がしつつ、多分、の、雪玉も。いや、待って、こんな通んないんすね。なんか。結構決まった感あるんですけど、余裕でダメージトントンですね、今んとこ。まあ、ケツジャイかな。がケツマジアチャで食いますね。さあ、でももう一回ディガープラスの、まあでもこう無理に延命しようとすると、結局雪ウッドとかあるんで延命できないんで、そうなんですよね。うわ、でもうまい。あ、延命、ほら、延命結局できないんですね。だから、サムエル選手側は、選手とか言っちゃってんけど、サムエル側は、毎回無理、毎回マジアチャ延命してないんですよね。マジアチャにディガープラスのウッドが来るって分かってるんで、毎回スケとかもそこに出してないんですよね。いや、サハは若干延命頑張ってる感がありますけどね。うわ、来たとか言って、ここでミニペ挟んできましたね。多分ディガーのタイミングがちょっと早かったんだな。で、このミニペでついででジャイ守れて、からの、これ多分2周目来るんじゃないですね。からの、ミニペックがマジアチ処理して、いや、これも無理っすね。手だけに雪もない。うわぁ。これやっぱマジアチのこのミリ残りが世界変えましたね。いやぁ。なるほどね。まあ次回僕がこのデッキでね、グロ1位にでも行く動画出しましょうかね。気持ちはね。はい。というわけで、このサムエルさん、まあ、化け物ですね、圧倒的。圧倒的化け物。はい。まあ、リーグで大活躍してたか、まあまあまあ活躍はしてると思いますけど、やっぱ、レベル高いですからね。こういう選手がゴロゴロいるウエストは、ちょっと楽しみですね。また、ハイリーグ。というわけで、今回ね、ちょっとプレイしてないリプ紹介だったんですけど、まあ、世界1位の人なんでね、まあ、絶対参考にはなると思います。はい。皆さんも一緒に強くなりましょう。というわけで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。サムエルさんのツイッターリンクも貼っておきますし、僕のね、チャンネル登録と高評価とコメントの方もね、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。